ねえ、やるからにはきっちり綺麗にしたいよね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで何、あ、トイレ中トイレ中よいしょー。でもトイレあれやんね、もう扉越して目の前で待たれよりやん、超嫌あいな、デーモン兵団に対抗するために次なる魔法兵器を作っていきたい。ふんふん、え、わかるの？だけどその前にビルダーに金を鳴らしてみんなの力を高めてくれないか。高めたよ高めたよ。金を鳴らせば新しい仲間もやってくるだろう。敵を迎え撃つ兵力を高めるんだ。みんなの頼みを聞いてものづくりにかけらを集めてくれ。そしてビルダーの鐘を鳴らすんだ。ありがとう、アイナ。ビルダーの鐘を鳴らしてくれたおかげでものづくり力が上がって兵士も増えたよ。アイナ、敵の兵団も残りはデーモン兵団だけ。いよいよ戦いも大詰めだ。だけどこんな時こそ気を抜かず注意しなきゃならない。確実に勝利をつかむために。実はね、アイナ、城内のスパイが誰なのか少しずつ分かってきた気がしてね。ほら、絶対怪しいってリック。確証を得たら真っ先に君に話すよ。だからもう少し待っていてくれ。でもここスパイか。もう勝手に決めつけるけど私。辛いなぁ。ねえ、だいぶ辛いよね。ちょ、待って。こっちこっち。あゆな、ハーゴン軍も残るはデーモン兵団のみ。よくぞここまで皆を導いてくれた。ところで、そろそろ王の間をもっと王の間らしい立派な部屋にしてくれてもよいのではないか。我らが王は民とも言葉を交わす心開きメイクんじゃ。しかし、王にはもっとふさわしい部屋がある。大切なのは今の壊れた玉座を新しい玉座にすること。そして部屋を超大きい部屋にすることじゃ。まず今ある王の間の壊れた玉座を外し、城の壁を広げて超大きな部屋にする。そこに玉座を1つとタペストリーを4つ、かがり火を2つ置き、新たなる玉座の間を作ってくれ。なるほど。オッケー、ちょっと待ってね。また今度ね。まあね、確かに狭いわな狭すぎるわな。ということで、かがり火2つと、あとタペス、あ、壊れた玉座がいるんや。なるほど。で、タペストリーが4つ。はい、4つ。なんかさ、この辺のカーテンとかもあった方がよくない？天井から吊るし目隠しにもなるの。ちょっとよくわからんけど、カーテンつけたい。2つつけよう。それとこれ何？オペラカーテン。壁などをゴージャスに飾る垂れ幕。オペラカーテンか、どうかな。まあいっか大きなタペストリー。あっとは、まあ別にいいかな。あ、玉座の扉、こんなんもあるやん。これも作っとこう。なんか話しよる2人じゃあこれと、ごめんね、玉座壊したよで、これで新しくね、はい、玉座を作りますよっ。さあ、これで壁。あ、ちょっと待って、ここをさ、超大きい玉座の間にするんなら、ここを広げていけば、あ、かがり火あるやん、1個。もうすでにかがり火あったわあったわ。だったらちょっと1個無駄になってしまったかな。まあいいか。とりあえずここをね、よいしょよいしょ。もしかしてこれ、まあいっか。どういう風にしていけばいいかな。ちょっと待って、ここはあれ、待って、はい、あれ、どういう風になってんだこれは。玉座の間自体が1段上がっとるってことか。ああ、そういうことか。なるほどね。はあはあはあ、そういうことだね。ということはということは、待って、これベッドの上から壊したらいいかな。
しょよいしょ。そしてちょっとそこのベッドもね、ちょっと移動させたいよね。ここの壁壊す必要なかったかな、もしかして。あ、いや、ここで階段をつければいいんか。あ、そっか、そういうことか。うんうんうん。あとはまあ別に、まあ、こっち側も壊しとこう。よいしょよいしょ。こう壊していって、ってことはここの作業台も移動させたいな。どこ行った？城の壁。よいしょ。あれ？違う違う違う。そっちではなく、これ床だな。これ壁じゃなくて床だけど、まあいっか。まあ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 。あ、上から置いたけんいかんのかな、もしかして。ちょっと待って。壊して、あー、なんだかいろいろと、いや変わらんねん。変わらんかったわ。いいや、これで。でそこの、あ、絨毯絨毯、はい、城の床、違うわ、なんかステーキ食べたわ。この辺のベッドも移動させて、で、待って、階段。階段を取り、あ、絨毯の階段。あ、これでいいやん。これ、あ、違う、20個もいらん。20個もいらないです。はい、10個で。じゃあ、これで、どこ行った？あったあった。じゃあ、ここで絨毯の階段。あれ？ちょっと待って。あ、てか思ったより小さいな、階段。はい。あ、すごい！繋がった！そういう感じなんやね。ほら、すごくない？なるほど。え、待って、下絨毯にしたいね。ってことは ?1、2、3、5、3、15。1、2、3、4、5、6。18。え、どれぐらい必要？絨毯が、とりあえず、あんまり作れない。あんまり作れなかった。まあ、じゃあ、この辺は作れたらということで。あ、てか、あの辺のって綿じゃない。あ、綿じゃないな、あれは。まあ、とりあえず、絨毯はまた後ほどということにして、どこ行った？玉座と、はい、玉座の扉で、タペストリー4つで、カーテン、あとは必要なものは別にないんかな。まあ多分、とりあえずこの辺きっちり整えようっと。よいしょー。ここもか。よいしょ。んで、ここもだな。パッ。ねえ、やるからにはきっちり綺麗にしたいよね。ということで、よいしょ。白の壁。なんかこの一番上だけさ、こうやって、ちょっと変わるのやめてほしいよね。変わらんようにできるんかな。なんかちょっといまいちよくわからんねえけど。よいしょ。はい。こんな感じ？こんな感じで、この辺。よいしょ。はっ。はっ。あ、違う。間違えた。玉座の扉ってどれぐらいの大きさあるんかな？玉座の扉。あれ？これはもしかしてここにも必要？こんな感じか。
ふん、オッケー。で、玉座の扉。あ、これでちょうどいいサイズ？オッケー。なんかこれ、一箇所だけ階段が。階段、階段。あ、階段はなかったっけ？ないっすね。ないっすね。あれ、なんかどっかしら、あ、びっくりした。開いてないよね。びっくりした。階段、階段。どれ階段？これか。階段を作りまして、なんか階段一箇所だけ雪になったよね。あ、鉄穴が。鉄穴が剥がれたけど。よいしょ。よーし、これで。もうちょっと気になるよね。は。ほっ。よし、オッケー。これで玉座を、この一番奥、ポン。はい、これで新しい玉座タペストリー、タペストリー。あ、早速座りに来た。早速座りに来たんだけど、あ、やっぱりここの壁は必要やったんかな。ちょっと待ってね、誰に言いんか分からんけど、なんか投げ入れられたんかと思った。やっぱりここの壁は必要なような気がしなくもない。ご機嫌うるわしゅ。あれ、土になった、土になった。ちょっと待って待って待って。あれ、ちょっと待って、なんだかいろいろと部屋じゃなくなる。よし、オッケー。そこじゃないね、横でいいんかな、タペストリー飾るのって。この入り口のところ、まあ、なんかどこに飾るんかわからんけん、適当に飾るね。はい。あ、まあ、こんなもんでいいか。よいしょ、よいしょ。んで、タペストリー4つ飾った。あ、カーテンつけるとこなくなってやん。あ、でもここにつけれるか。つけとこうっと。よいしょ。んで、あと何が必要なの？ん？必要なものを置いたことない？タペストリー4つよね。多分。あと必要なものはない気がするん。あ、かがり火か。かがり火2つ。これは一体どこの部分だ？ここ？違うわ。違うわ。ここ？ここか？あ、ここだな。うんうんうん。こんな感じになったよ。超大きい玉座の間。これで出来上がった。イエーイ。ぬおー、あいがよ。我らが王のために立派な王の間を作ってくれたのじゃな。わっはっはっは。なかなかに素晴らしい部屋だ。戦いに役に立つ部屋でもなかろうに苦労をかけたな、あいな。この部屋があれば、わしもそれっぽく民と接することができよう。少しだけ王様らしく振る舞えるぞ。ところでアイナ、お主最近指導とはどうなのじゃ。別にどうもこうもないけど、わしはこのところの指導の戦いぶりを見ているとどうしても恐ろしくなってしまっての。悪鬼のごとき戦いぶりを見て同じように恐れを抱く兵士たちも多い。兵士たちの一部に不安が広がっておる。お主の相棒のことをそんな目で見たくはないが、あやつは少しわしらとは違うのかもしれん。ふん。まあ、確かに人と違うところはあるかもしれんけど、とりあえずちょっとベッドをさ、ここにでも並べておこうかな。すげえ怪しい雰囲気の場所やな。ここで大丈夫かな。ちょっと宝箱邪魔。ここにとりあえずベッドを並べとくか。よいしょ。青剣。はい、置いて。置いて、置いて、置いて。オッケー。あとは、この辺に、適当に置いておいて。んで、この辺に移動させてこようかな。あ、てか寝たい。ちょっと待って。今出てきたばっかりだけど寝たい。みんなベッドの場所把握できるかな？
あ、ちょっと待って、私もう一個ベッド持っとったわ。じゃあこの辺置くね。はい。あ、そっか、一個は私移動用に、持ち歩き用に持っとんや。おやすみ。はい、おはよう。あ、ちゃんとみ、え、王様？王様もここで寝てるんすか？ここで寝てるんすか？なるほどね。いや、いいんだけどね。ちょっと待って。王様の命令、わかってます。あと、デーモン兵団ね。わかってるよ、ちゃんと。そうじゃなくってさ。あ、いや、こっちに移動させてこようか。じゃあ、ここの、よいしょよいしょ。この二つを、こっち側に移動させておくね。石の作業台。あ、待って。あれは？あれ？私、ここのどこに移動させたっけ？あれ？ちゃんと取った？私。なくない？気のせいかな。あ、何？あ、狂乱の爪ね。あれ、どこ行った？どこ行った？え？なくない？あ、あったあった。金床。そう、金床どこ行ったんやろって思ったよね。で、ろ。よいしょー。とりあえず、ろ。保険やないか。は。なんかバランスが嫌やな。なんか非常に嫌やな。こっち側にしよっか。ここにろを置いて、はい。で、金床。金床こっち側でいいかな。よいしょ。はい。ここが作業するところね。とりあえず。さあ、じゃあ、あとは、待って。あ、おったおった。あれ？なんかマーク二人に増えとる？どうも。じゃ、先にちょっと、用があったであろう、ミトに。アイナ様。多くの敵を倒すことができましたが、同時に多くの犠牲も出てしまいましたね。命を失った兵士の方々は、もちろんご格好があってのこと、せめて安らかに眠ってほしいものです。そこでアイナ様、亡くなった方々に祈りを捧げるために、教会を作っていただけないでしょうか。おお、教会？教会？あ、それで女神像とかがあるってことか。教会の設計図を描いた。あ、久々の設計図やん。ってことはみんな作ってくれるのかな。教会を建てるのは、あの辺りはいかがでしょう。あ、そうやって選ばれるのね。どうかエナ様がお前描いた教会の設計図を敷き、お城の中に作ってください。そうそう、収納箱に建材を入れていただければ、私たちも建築をお手伝いできますからね。あ、やっぱりそういう感じね。オッケー。どの辺って、この辺？どういう感じの、方向的には、ね、どうなったのかがちょっといまいちよくわからんねんけど。もうちょっと引きで見たいな。この辺？どの辺？バランス。あ、これ縦？こっち向きかな。あ、なんかここに、ちょっと待って、こういう、こうか？こういうことかな。場所的には。はい。敷きました。多分形がこうやと思う。っていうことやけん。ちょっと、いらん部分だけ削っとこっか。このね、この壊れた部分だけとりあえず削っておいて。んで、必要なものは？あ、とりあえずあれか。敷いたけん。あとはこっちで見れるかな。必要なもの。はい、これが92個。あれ？あ、そういうことか。92個必要。すごい、なんか、王様の周りにめっちゃ人がわらわらおる。いいね、なんか、王様って感じやねん。王様って感じやねん。絨毯は1だけでいいの？で、ステンドグラスが、え？何？どういうこと？ 14 個必要なんよね。ガラスが足りんのか。なるほどね。はいはい、オッケー。
で、木の扉が1個で、ろうそくが2つ、うんうん、そして綿がすごい足りんやな。ベンチ4つ、あとは女神像1つ、そして、あ、以上かな。とりあえず今用意できるのはこれだけね。あ、なんかみんなすごい集合してるけど、何？なんかどっか壊れたよ。どっか誰か壊したでしょ。ちょっと待って、これしまっておくから使って。あとどれ？とりあえずこの城の床じゃない、絨毯、はい、絨毯の階段は別にいらんのよね。あれ、あと必要なのどれだった？え、石の円柱もいるの？と、あとは、あ、このろうそくもやね。はい、ろうそく、はい、この辺しまっておくけん使ってね。そしてあとは、はい、ここの女神像とベンチ、女神像とベンチ、はい、オッケーってことで、まあ今モリモリと作ってくれよるけん、じゃあもう一人の方に行こうか。さあ次の予定は何すかね。あいなよ、残る敵はデーモン兵団のみ。これは勝利も目の前じゃの。そこでお主には勝利を祝う宴の準備をしてほしい。え、早くない？気が。何？勝った時のことを考えるなんて気が早すぎるじゃと。バカモン。では何か？勝ってから準備するのか？それでは遅い。勝ってからでいいんじゃないかな。わしはの、幼い頃に見た花火を孫娘のミトに見せてやりたいのじゃ。作り方はお主ならひらめくだろう。花火屋の打ち上げ放題を3つ作り、縄文の上に置いてくれ。ひらめいた。打ち上げ放題、花火などを打ち上げる放題、攻撃用じゃないんやね。なるほど。あ、とりあえずどれ、ガラス作れるかな。ガラス作れるなら作りよった方がいいよね。ガラス、あ、拠点を狙うモンスターが。砂ないやん。砂ないやん。あ、でもあの辺砂やない？ちょ、待って、出たいんやけど。よいしょよいしょ。ほら、この辺砂やろ。よいしょ。とりあえず、この辺の砂を取っておいて。え、砂で合ってるよね。私、モリモリ取ってんだけど。うん、砂だ。ってことやけん、この辺を、まああれやろ、土と入れ替えとけばいいって感じやろ。よいしょ。とりあえずね、開けた穴はちゃんと埋めておこうと。よっ。ここ。あれ？これ下埋まってないよね。埋まってる？いや、埋めれてない。よいしょ。はい。これで大丈夫でしょう。11。てか何個いるんやっけ、ガラス。いまいち把握しきれてないんやけど。はい、作っておきましょう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ次は教会が出来上がるってことやけど、またね、材料が足りんけん色々と集めに行かんといかんね。